皆様、ようこそ美しい花々が咲くハウステンボスへお越しくださいました。ハウステンボス歌劇団チームフラワー主将ケイでございます。スプリングフェスティバルレビューショーフラワー色とりどりの春をあなたに開演いたします。最後までごゆっくりご覧ください。Thank you.
皆様、本日はようこそハウステンボスへお越しくださいました。ハウステンボス歌劇団チームフラワーでございます。私たち歌劇団はここハウステンボスで誕生した歌劇団でございます。ただいまは園内にございますハウステンボス歌劇大劇場にて毎日公演を行っております。現在はチームブルーローズ、チームシャイ、チームハート、チームウィズ、チームハピネス、そして私たちチームフラワーの6チームで構成されております。ここ九州から日本全国へ、そして世界へと羽ばたける歌劇団となりますよう、舞台への情熱を胸に日々皆様に夢と感動をお届けできますよう精進してまいります。皆様、これからもハウステンボス歌劇団をどうぞよろしくお願いいたします。それではここで公演のご案内をさせていただきます。ゆうきくんお願いします。はい、ただいまハウステンボス歌劇大劇場では私たちチームフラワーによります巡り合い心をつなぐミュージック、こちらの公演にはチームハートのトップスター和田月光さんが特別出演されております。そして明日6月21日からは結城まこと大率いるチームハピネスによりますブルメリアの風フェスタソーレより、こちらがスタートいたします。皆様ぜひ白い観覧車のお隣にございますハウステンボス歌劇大劇場にも足をお運びいただきましたら幸いでございます。そしてはい、はい、私からは金曜日のご案内をさせていただきます。7月2日ホテルヨーロッパレイクライトホールにてティーパーティードリームスターエンジェルズボリューム3を開催いたします。こちらのティーパーティーはブルーローズの美肌エリカさんを中心といたしました娘役さんだけでお届けいたしますティーパーティーとなっております。娘役さんだけということで、はい、長男ヒロさんがティーパーティーになるか楽しみですね。はい、実はこのメンバーよりカノンユリアちゃんも出演させていただきます。せーの、頑張ります。はい、ありがとうございます。カノンちゃんも出演いたします。このティーパーティー皆様の方がここまでお待ちいたしております。さらに、はい、なんと8月にもビッグイベントがございます。私たちハウステンボス歌劇団は今年誕生から11年目を迎えさせていただいております。そちらを記念いたしまして8月の8日にハウステンボス歌劇大劇場にて11周年記念公演シーズのフューチャー今から未来の公演をお届けいたします。そしてさらにその翌日8月の9日にはホテルヨーロッパエンブラントホールにて11周年特別ディナーショーも開催いたします。11周年の記念すべき日を皆様と一緒にお祝いできますことをメンバー一同心より楽しみにしております。そしてこちらの公演のチケットはただいま絶賛販売中でございまして、なんとディナーショーの方のチケットはただいまご好評につきまして追加販売中となっておりますので残りがわずかとなっております。気になるという方はお早めにゲットしていただけたらと思います。はい、今さまざまなイベントや公演のご紹介をさせていただきましたけれども、詳細は公式ホームページの方にございますのでぜひそちらをご覧ください。そしてですね、今日のようにこんな雨の日はですねハウステンボス歌劇大劇場でぜひ公演をご観劇いただきたいと思います。今日も夕方にもう一公演ございます。雨にも濡れませんのでご安心ください。安心してご観劇いただけると思いますのでぜひそちらにも足を運びいただけますと幸いでございます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。それでは最後に私たちハウステンボス歌劇団のテーマソング夢の扉をお届けいたします。ミュージックスタート。Thank you.
ありがとうございます。季節の花咲き誇る花の街ハウステンボスで、この後も素敵な一日をお楽しみください。本日は誠にありがとうございました。この後私たちチームジロワンはハウステンボス会に来日をして、16時50分より巡り合い心をつなぐミュージックの公演をお届けいたします。こちらの作品は心温まるお芝居、歌劇の魅力の詰まったレビューショー、大劇場ならではの迫力の舞台となっております。ぜひお時間ございましたらハウステンボス会に大劇場にも足をお踏みください。皆様のお越しを心よりお待ちしております。本日は誠に